ブ見に来てくれたんだね。ありがとう。私たちのライブどうだった？楽しんでもらえたかな？そう言ってもらえてよかったよ。私も少しは成長したかな。みんなと一緒にライブで盛り上がるのって最高に気持ちいいんだよね。なんだかみんなとつながってるって思えるんだ。もちろん準備してる時もリハーサルの時のドキドキ感も全部楽しくて大好きだよ。でももっとたくさんの人にアクアを知ってもらいたいな。だって曲も衣装もこんなに可愛いんだもん。日本中、世界中の人にアクアのことを知ってもらいたい。アクア世界デビューなんてかっこよくない？夢は大きく持たなきゃだよね。大きすぎる？でもそれに言葉にしなくちゃ始まらないし、いつかアクアのみんなともっと大きなステージに立ちたいな。想像したらドキドキしてきた。よし、そうと決まったら夢に向けて次のステージの新しい曲作りから始めよう。実現できたらきっとキラキラした素敵な未来が待ってるよね。その時はあなたも一緒がいいな。